こんばんは。どうも深夜帯です。今起きました。どんな時間に起きてくんねんっていう。今起きました。足の調子はね、だいぶマシやねん。だいぶマシ。お疲れ。いやもうほんとこの昨日一昨日ときつかったからね、どうしようかなと思ったから、このままではもうちょっとイベントもやばいんじゃないのかと思ったけど、うん、まあなんとかかろうじて、うん、そうよ、今日一日良くなったからといって気を抜いていいわけではないからね、うん、非常に危険な状態です。はい、だいたい夜から来るのよ。いやでも何時くらいだったっけ、10時半ぐらいにちょっと痛み出してきたから寝たんだよね。で今起きたんだよ、まあ、ちょっとまあやっぱり腫れてる感じはするけど、まあ全然マシだよね、うん、今のところ。でとりあえず今日一日安静にすればなんとかなるかな。うん、全然疲れてへんけどな。全然疲れてへん。何にも疲れてへん。全くもって。俺ちょっとやっぱどうにかしちゃってるのかもしれない。最近買ってしまった商品を見て。ハンディクリーナー。こんなものを買う日が来るなんて、二度と来ないと思っていたよ。自分で掃除機を買うなんてね。これ逆だ。ハンディクリーナー買っちゃった。これでもうどこでもいい。これダイソンじゃない。これね、これアンカーかなんかじゃない。これどこのやつなんこれ。あれアンカーじゃないかも。これどこでもいけるわ。これガンガン捨てちゃう。ガンガンする。いやこれでもさ、いやこれこうやって置けんのはいいよ、これはいいけど、こいつが問題やね。これをこうなんかつけて置いとく場所がないんだよ。これほんと考えられてないよね。これセンスないわ、作った人。こんなにコンパクトにさ置けるものがあったらさ、普通さこれもさ置くでしょ。なんでこれこんなんなの。センスないわ。こんな時間、そうやろ、変な時間に目が覚めた。横にかけられへん。かけるところのがないんだ。これ何にもついてない。そしてまさかのタイプ C じゃないっていう、タイプ B っていう、ね、誰が今時タイプ B で使ってるの。これもやばいよね。なあ、これをこうピッとちょっと横でもかけられたりとかさ、できればね最高だけど、ここでこの辺で横でこのピッとこうかけられ最高じゃん。これどこ置くんだよって話じゃん。しかもこれまあまあ使うだろこれね。え なんだったらフルで使うだろこれ。これ一番使うだろこれ、うん、小型ノズルをシュッてなあ。普通あれやろ、まあなんか見た目はね、強盗対策に、うん、一家に一台みたいな感じで、最近では九州の方で日本刀で追い払ったっていう話もあるからね、まあ、こういうハンディクリーナーで追い払うっていうのも一つの手だとは思うけれど、まあね、ビール瓶ね、ビール瓶みたいでしょ。発想がちょっとおっさんだね。発想が1号さんね、ビール瓶。今時ビール瓶って
でも何なんだろうな、あのビール瓶のうまさはね、なんかうまいんだよな。パッと見たらビール瓶でうまいわ。うん、最高や。充電しよう。お腹減ったわ。この時間から腹減った。うん、寝起き、足安静にしてね。何日目だこれ。もう3日目ぐらいか、歩けなくなってね。これならもう今日やっと風呂入れるかも。やっと風呂入っても大丈夫かもしれん。いや、まだちょっともう一日様子見とこう。これもう本当に気をつけないと大問題だからね。がっつりやられるから、ちょっと今日は、今日もう一日風呂キャンセルして待機するか。まあ今日は朝までやっていきましょう。焼肉誰か持ってませんか。焼肉アイテムお願いします。焼肉アイテム、本日焼肉アイテムからスタートしたいと思っております。3時20分でしょ。3時20分の焼肉リアルタイム食えませんからね、うん、焼肉よろしくお願いしますね。焼肉のアイテム出てるかどうか知らんけど、おはようございます。3時20分だけどね。選挙どうだった。選挙、結局選挙の結果何も分かってないんだけど、どうなったのあれは。答えどうなったの。まあ、過半数割れしたって書いてあったけど、もうさすがに全部開票されたでしょ。もう3時だもんな。いくらなんでもただ今日買ったらしい。うん、これから眠るのですが、焼肉投げてからねえや。うん、自民党が議席を60ぐらい落とした。あー、まあ早めに解散しといてよかったんじゃない。早めに解散しとかなかったらもっともっと議席減ってたんじゃない。どんどん裏金とか言われてね、うん、大阪が維新ばっかりなのも見た。やっぱり維新すごいな、うん、この間維新についてどう思いますかみたいなこと言われたけど、うん、まあ、満足してるとか多いってことだね。じゃあね、沖縄で令和と共産党が当選です。令和は6席ぐらい取ったんですか。何席ぐらい取ったって、ちょっと見てないけど、うん、共産党が当選してるんだ。なるほどね。大阪のさ、選挙の時ちょっと見に行ってみたいな。どんな感じでやってんやろ。え、なんかこっちと一緒かな、やっぱやり方は。沖縄の時だけなんか全然違うかもしんない。9席も取ってんの。令和ってもともと何席あったんや。そんな9席もあったんか。令和も増えたんじゃないの。めっちゃ増えてるやん。6席も増えてるやん。まあ立憲民主がすごい伸びてたんだよね。うちの放送で喋ってた時も、まあ、立憲民主の話が、立憲民主を推してますっていうコメントがめちゃくちゃあったからね。うん、まあ、だから立憲民主が多いのか、多かったんだねやっぱり。まあそのなんか自民党と戦える場所というか、やっぱりそのパッて見た時にそこしかやっぱないのかね。どうなんでしょうね。ほんで皆さんは選挙行かれた人たちなんでしょ。いや素晴らしい。今日からまたね、皆様が決めた政治の世界で生きられます。楽しみにしてます俺は、ね、どのように変わっていくのか、うん、いやすごく俺本当楽しみなんだよ。こっから先どうなっていくのかってね、うん、楽しみだね。行き先を失った投票先なだけが気がする。ああ、まあまあ、それはまあもちろんそうなんでしょうけれど、うん、野田はがバカは家で寝てろと言ったからおとなしく家にいました。あ、野田もやっぱその意見なんだ。いやでも俺もそう思うけどね。
うん、だからなんかよくわからないけど投票に行ってきましたって書いてる X で書いてる人たちいるじゃん。そいつたちってマジで日本のガンなんだろうなって俺思ってるよ、うん、そよくわからないのに入れましたって一番やばいでしょそのなんていうか、まあもうめちゃくちゃ政治のことを勉強するというか一生懸命考えた上ここに入れたって言うんだったらわかるけど、なんかみんな選挙に行け選挙に行けって言ってるから、まあとりあえずよくわからないけど知ってる名前のとこ入れときますってね、投げときます。嘘でしょ。おい、ありがとうっす。焼肉ナイス2の方ね、ありがとうございます、うん、焼肉助かるわ。これが大切なのよ。118円、1個だから40円切ってるってこと。え、おかしいな。ほぼニート。だからそういうやつがやっぱりガンなんだよな。うん、何も考えないなら何も考えずに別に何もしなくていいと思うんだよ。俺たちはその何も考えないなんか非国民だとかどうのこうの言うやついるけど、あのそうじゃなくて俺たちは自分のことを把握した上でね、あの人々に任せてるっつってるのにこれがわからないんだよね。うん、まあるよな、これ取れないこれ角度なんだろうね、こうやるとあんま見えないけど、もうこれ一生取れないでしょ、うん、いつからこんなにひどくなったのか分かんないけど、昔はこんなクマなかったんだよね、まあ、最近やっぱりこうじわじわと増えちゃってさ、年、うん、って嫌ですね、うん、私はよく分からんのでお家にいました。あー、なるほどね。いやだからそのよく分からなくていいのよ。あれです、よくわからない人はよくわからない人で、まあ、それはもうみんなに任せといたらいいんだよね、うん、まあ、それはね全くもって何も考えずに適当に過ごすっていうのをまあその無責任だと捉える人もいるんですけど、いいじゃんね別に一生懸命自分たちが考えたい人たちが考えればいいんだからさ、うん、黙って言うこと聞くって言ってんだから全然問題ないと思うんだけどね。まあなんか世の中にはそれを怒ってる人がいるんだよ、うん、投票しないやつのせいだっつってね、そんなやつたちのせいで世の中がおかしくなってるんだって、まあもう自分の思い通りにならなくなった時にやつ当たりできる場所を探してるだけなんだよね、うん、ひどい話だよねそんなのね、うん、投票しないのも権利、うん、まあその無理にさ投票しないっていうね感じじゃないと思うけど、そうだからあの投票してない人たちはどんな政治になろうが文句を言えないだけだよね。ありがとうございます。焼肉ナイス。焼肉のこの焼肉ってこれボーナスつかないの？おかしいな。焼肉ってなんかボーナスかなんかつくはずなんだけどな、つかなかったっけ。だから中ちゃんなんかめちゃくちゃ宣伝してくれてるね。まだちょっとほら出来上がってないところも結構あるからさ、うん、中ちゃん中山頑張ってくれてるんですよ、うん、私いい人だよね、うん、政治に文句はないです。会社に文句はあるけれど、なるほどね。いやでもその会社に文句もさ言いたいことあるんだ俺。一番最初はさ雇わせてくれという話のところからね、雇わせてくれっていう話からですよ。そこからね、なんかあの雇わせてくれって話から次はあの働いてやってるに変わるんだからね。私のそんなもんない、そんなもんない、うん、まあボーナスチャレンジだね、うん、そんな風になる人たちが多いですよ、うん、一番最初、え、あんなに働きたいって言ってくれて頑張って働いてくれるって言ったのに、いつの間にか自分が働いてやってるんだっていう気持ちになってませんかっていうね、そういう感覚もあるよね、うん、どっちも正解。例えばどっちも正解というのは何と何の話。
なっちゃうでしょ。ねえ、炊いてる人はそうなんだよ、みんな。うん、みんなほんまそんな感じ。あはくあ、タイが、タイが俺の体に染み込んでくるね。お前は本当に、お前は現地で買ったアイテムだからね。あ、違う、これアマゾンで買ったわ。でもタイで、タイ産だから、これタイから届いてんだよ、ちゃんとね。アマゾンで発注してもタイから届いてる。いいよね、嬉しいよね。まだあと1個あるからね、うん。状況に応じて景気業績人材不足、やりたくもない残業も応じることにあるし、まあ、会社側がもともと提示していたことと全然違うことを指してるみたいなことってこと、うん。人材不足のほとんどは人選んでるだけでしょ。いや、それがね、業種によってはそうでもないらしい。例えばリクルートとかで人材その募集した時に来ない業種もあるらしいけどね、うん、全然来ないっつって。まあやっぱりそこは仕事によるんでしょう、うん。どこの仕事がないっつってたかな、何の仕事がないっつってたやろ。俺が関わりある仕事って何の仕事や。飲食はねかなり来るっつってたんだよ。美容院かな。まあとにかく全然来ない業種もあるっていう話になったんだよな。まあ現場仕事なんかはそんなリクルートとかに載せてないと思うけれど、うん、何のやつやったかはやっぱりこう来ないんだってね、仕事を募集したとて。だから募集することもなんかお金かかるだけやし無駄で。トラック運転手やったかな、うん。専用求人、あーなるほどね、うん。俺がお世話になった方と会えるといいですね。何それ、いきなりお世話になった人と会えればいいです、どういうこと。お世話になった方、何の話いきなり、うん。まあ、お世話になった人しかいないけどね俺もずっと人にお世話になってるからずっとですよ、ずっと世話になりっぱなし人様に、うん。お勤めされてた時の上司だったかと。ああそういうこと。俺が昔そのなんか、まあ、メンター的な人っていうか話をしてんのかな、うん。はいはいはい。いやまあまあ別に会いたいという感覚は別にないんだけど、まあ俺が昔そこで働いた時に働いててよかったなとは思ってる、うん。別にまあ会いたいっていうか、まあなんかその本当にその年功序列じゃないけどいろいろなものを教えてもらったって感覚だね。ヒカルがリゼロ配信で途中でお金足りなくなってリスナーから借りて売ってたのを聞きました。あ、そうなんや。そんなに負けたんだ。ギャンブル中毒者じゃん、ギャンブル中毒。いや、ただあそこ、周りに多分お金下ろす場所ないんだよね。まあ、だからすぐ返したんじゃない、うん。わざわざ配信ほっぱらかして、ATM とかに行くよりは、ちょっとだけ今の間に貸しといてみたいな感じじゃないの。うん、多分ね。まあそういう、まあリスナーさんも結局ね、誰かその配信者のためになりたいっていう人結構多いから、うん、まあすぐお金返してくれるんだったらいいですよっていう人もまあ多いよ。まあでもそれでギャンブルでお金を借りたっていうところに関してはまあ批判される声が多いだろうね、うん。昔は36協定労働違反サービス残業はザラにあった、まあ、僕はなんかそのサービス残業みたいなことを確かまあ確かっていうかしたことがないので、俺は分からないですけどあるんでしょうね、うん。全然あると思う、うん。俺今まで働いてそんな残業だとかって全部あの時給ついてたんで、そうだからマイナスはなかったんですよ。どこもそうだったね本当に、うん。棚卸しもそうだったし、棚卸しなんか残業つけば残業つくだけ美味しかったし、警備員やっててもそうだしね、警備員も残業つけばつくだけ美味しかった。
バッテリー工場、ダイハツ、どれもそうでしたね、うん、なんか本当にあの残業が美味しくて美味しくて仕方なかったけどね。だそれをまあサービス残業でやれみたいなところはちょっとやばいよな、うん、まあでもその、まあ、現場仕事は全部そうやで、現場仕事は全部サービス残業っていうか、あの夏場は明るいところ、うん、夏場は明るいとこだけ、で、あの明るくなって暗くなるまで、だから働く時間が伸びるんですよ、ね、明るくなる時間も早いし、そして暗くなる時間も遅いし、夏場一番しんどいね、働く時間が一番長いっていう超過酷な仕事だよね、うん、リゼロ上位入ったけど単発でした。そう、光がってこと？俺も単発だった、潰してやろうと思ったね。まあでもあれが一発でたあの万枚出ることが分かったから、まあ案外入りやすいもんだと思う俺、上位そこがいいんじゃない。思ったより悪くなかったよ、うん、ポイントゲーだけど、だから毎回その前兆行くごとにポイント高確率みたいなとこ行くから、ポイント確率獲得高確率ゾーンみたいな、そこで毎回毎回レア役引いてあの雪合戦入れれば結構早く天井行くしね。うん、で種卸しまんまやってたよ、うん、残業とか休日出勤最初耐えられるけど、そのうちもう無理になる、うん、休日出勤はちょっときつすぎるよな。まあ残業はさ、まあ100歩譲ってさ、まあなんかその自分たちがここまでやっとかなくちゃならないなっていうのが分かるからさ、いいとしてさ、休日出勤ってそれはね、でもそれって会社に対する怒りなのか、途中でわけ分からずいきなり休んだやつの責任なのか、どっちなんだ。まああの会社だってあれだからね、あの頼みやすい人間に頼むだろうからね、だから4号さんは頼みやすいから頼まれてんじゃない、まあ、まあ要するに言いやすいから言われてんだよね。プラスに戻してた佐藤さんと飯食いに行っとったな、ボロ儲かりしてるねあいつ。ちゅえ、あー、ええ匂い、香り大事だわ。なぜこれ見てこれ、なんなのこれ、ディフューザーのこの曲がり方、これこれどうなってんのこれ、曲がりすぎだろこれ、なんとかならんのかこれ、なんでこんな曲がんのこれ、ブイッつって。パルは運を持ってる。でもなんであいつまたパチンコ配信を始めたんだろうね、うん、10代の時休日出勤5回、残業70時間とかしてた。残業70時間ってことは1日2時間以上余裕で働いてるよね。え、25日出勤だとしたら3時間は言い過ぎだから2時間半ぐらい働いてるってことか、激ヤバじゃん。しかも休日出勤、5回ね、5回ってまあまあ週休1日ってことか、うん、なんか当ててくださいませ、ありがとうございます。養分に何言われたの？葬儀屋いたけど月4回しか4日しか休みなかった。へー、葬儀屋ってそんな忙しいんや。でも結局あれやろ、葬儀屋っていうのはさ、あのあれじゃないの、あの取れば取るだけ給料になるみたいな感じじゃない。アパチの配信しなよって、いやそんな、そうなん、今のあいつがパチンコ配信やることってマイナスでしかないだろ絶対絶対やばいでしょ。散々なんかアイテムが飛ばないとかさ、どうのこうの言っててさ、もっと配信を増やせ増やせって言われててさ、今日でもそうだけどさ、何メインのその炎上時事ネタニュース、炎上ニュースか、それをこうおろそかにしてる感じがバレちゃったらさ、もうリスナーさんからしたらドン引きなんやない。
痛風まあまあマシかな。あ、焼肉ナイス、ありがとうございます。焼肉は現在8個8きた50いこう50、うん、今日もパチやから。まあでもな、配信者ってそんなんでいいよね。やりたいことを常々やっていくっていう、もうでも実際そうなんだよ。無理してやりたくないことをやるよりもやりたいことをやる方がいいんだからね、うん、善逸がパルを誘ってから、ああね、あの休憩時間の40分間しか炎上ニュースあいつはできないから、で、あの今日は40分も30分で終了した挙句の果てに、あのふわっち配信者の話題じゃないってことでまた大炎上しましたね。いや、パチンコはね、パチンコ揃ったらそうなっちゃうからね、うん、もう一回久しぶりに万枚出したらもう止まらないでしょ。これからも行っちゃうんだろうなあいつはな、うん、そうやってずっとパチンコパチンコパチンコの人生になっちゃうんだろうな、わかるけどね、うん、丸ってこれ当たりないんじゃない、もしかしたら今当たりあると勝手に決めつけてるけど、このボーナスポイントがたまるまでない可能性あるね。くるくる回転寿司みたいなやつ、あの下についた時だけ当たるみたいな、その可能性ありだよ。ギャンブル依存症が怖い、あいつの場合だから借金してまで一応やってるからね、うん、人に借りてまでやったりとかしてるから、それがこう多分金融屋で借りることができないから、うん、これ最後ありがとうございます。これ最後、10個ね、ありがとうございます。10個もでかいよ。これいくらだ、これアイテムね。あ、まあまあでかいでしょこれ。アイテムを購入することはできません。当たりついてんのこれ、ほんで、あ、ほら、1個につき、あ、ボーナスタイム中に使うと1個につき15ポイントを獲得することができます。は？1個につき15ポイント？それ少なくね？でもこれ10万もらえるやつなんだ。ここだわ、うん、ここで10万稼がなきゃ、マジで、うん、佐藤うさちゃん、パルのどこがいいのかな。だから自傷癖なんだって、うん、もう自分がそのどんなこんなねやつのどこがいいのかなみたいな、あのところの人間を応援している自分がもう好きで好きで仕方ないパターンなんだよ、うん、まあでもあのガチで好きなんだと思うけどね、見た目とか、うん、金融屋で借りられない、まあそうやで、金融屋で借りられないってある意味ラッキーだよね。一回金、まあでも自己破産すればいいだけだしな、借りてもな、言うてもね、会社員だったら、いや無理やろ、ホワイトの人でそんないきなり500万600万借りれへんやろ、まあ、せいぜい100万200万ぐらいで、それが膨れ上がっていって、まあ、年利 20% 取られたとして、まあでもね、もう年利 20% でも40万か、知れてるよね、大した借金じゃないのにな。でもなぜかみんなは自己破産するんだよね、うん、まあ大体普通の仕事をしていると、まあ500万から1000万ぐらい、1000万ぐらいまで借金がなければ自己破産するのはまあもったいないね、うん、ただ1000万以上の借金があるんだったら、まあ正直自己破産した方がいいまであるだろうな、まあ稼ぎにもよると思うけど、うん、そもそも1000万借りれてる時点でそこそこの収入があるはずだからね。まあこれで皆さんも分かると思いますけどね、どんだけ配信者で有名になろうが、アイテムをもらって金持ちになろうが、やってることがパチンコだとかギャンブルだとかってなってくると、まあその人の人生って何なんだろうと思うでしょ、うん、だからやっぱり人生っていうのはね、お金だけじゃないってそこで分かるんですよ皆さんね、うん、やることがなんかめちゃくちゃ毎日充実してそうな人を見るたびに、そっちの羨ましいと思いませんか。かゆい足かゆすい問題、パルの腹、
いや俺もだからこの間会った時にパルを見てこいつはすげえわと思ったよ、うん、こいつはすげえわって、うん、ついつい取っちゃったよ。だからして自由でしょ。瓦をちょっと鼻がちょっとザラザラしてるわ。ちょっとスキンケアだ。スキンケアしよう。土曜日できなかったし足痛くて、ちょっとやっちゃおう。この時間帯に足痛足痛い。でも松葉杖いらなくなったからね。スキンケア、まあでも配信者は自由っちゃ自由なんですけど、まあある意味自由を失ってるからね。まあマジでほんまに何かそのいろんな面で失ってるものが多々ありますよ。ほんまに何かほんと自由なのかどうなのかもう難しいとこだわ。自由な反面ね、いろいろと失ってるものもある。失ってるもの、まあ言ってしまえば俺たちなんてさ見せ物じゃん。言ったらプライベートでもないじゃない。例えば何してたってもうみんなこう見てわかるわけでしょ、うん、で例えばどこどこで丸々してました、勝手に写真撮られたりとかさ、いろんなことしてあげられる。あなたたちそんなないじゃない。実際あげられることはないでしょ。でねえ、その何も別にしたわけでもないのに誹謗中傷を浴びせられたりだとか、そういう風なものもあるし、まあ、人の心的なものもやっぱ失ってくると思う、うん、誰もが誰もが叩かれるわけじゃないんだけど、でもやっぱりその人が増えてくるとさ、絶対にさあのアンチってついてるでしょ。ついてない人の方がほぼいないでしょ、うん、あ、しまった、俺何でこっち出ちゃった。だからやっぱりね、そういうのがあるんだよ。あ、そうなん。あいつそんななんかセンシティブ配信をしてるの。センシティブ配信ってあいつ何の配信やってるのそれ。センシティブ？見かけなかったの。あー、ラブホ配信、なるほど。おすすめの順位下げられるのきついな。みんなやっぱりさ人気順で見たりする人多いだろうから、結局ね、結局そうなんで、みんなそれしか見ない。だからみんなもう結局数字でしか見ないんだよね。数字で閲覧あるところから見ようから始まって、みんなそうだよ大抵な。配信者は数字に悩んで落ち込んでいくんだよ。みんなそう。数字なんて気にしなきゃいいのにね、本当に。で気にしちゃうんだよ結局。まあ、どうしようもできないよな、それはな。ある意味競争、うん、そうよ。閲覧1でプラプラでも配信者にとっては楽しいもの、
まあ、閲覧1ってなるとまあどうなんだろう、会話が成り立てばいいじゃん、会話が成り立たないのは嫌だろうけどね、まあ、人が多いにこそではないと思うよ、でもまあそのなんかそれに数字のためになんか一生懸命やるっていうのは、その自分のやりたいことをねやって人を増やすんだったらいいと思うけど、自分がやりたくないことをやって数字を追っかけるのはね、結果的に最終的に、まあ、リスナーのことを裏切ることにもなるし、まあ、俺は長期的にやるんだったらやる必要性ないと思ってるね。短期はいいと思うよ、短期は。長期でやるんだったらマイナスじゃないかな。数分ちょっとマシになった、まあでもまだダメよ。これ洗剤がついてんのか白髪かわからへんけど、どっちやなこれ。みんなねそうやって戦ってんだよ。それは閲覧もあってね、閲覧もあって、そして理想通りのその状況、自分がね思い描く配信ができてるっていうのが一番いいわ、それはな。でもマジで時代によって変わるから、そんなの俺何回も体験してるから。閲覧が10になったことも30になったことも5になったこともあるし、はたまたね閲覧が1000超えたり2000超えたりする時もあれば、いっぱい体験してきた。だから見てる人たちなんていうのはただの俺たちのことを暇つぶしとしか使ってないからね、あんまりそう気にしなくていいんだよ。その時その時に一緒にみんなでね楽しめる時間ができたことが嬉しいじゃん。みんなで盛り上がったねって、あの時はねワイワイって楽しかったよねっていう状態ができたらそれでいいんだよ。常々ねたくさんの人が来てくれるっていうのはいいけど、大体俺もそうだけど、そんなさ友達がめちゃくちゃいるわけでもないし、クラスの人気者だったわけでもないんだから、そんなもともとね誰々誰々って言われるような人間じゃないんだよ。自分のこと把握してね、そうカラートリートメントしたら白がストレス、いやするよ、今日毎月染めてんだけど、すぐ白が出てくるからさ、この根元はね、だからそうこれを完全にやろうと思ったら一月に3回ぐらい染めないとずっとできないから、まあ次誕生日前にはねやりますよ。髪の毛もちょっと切らないかんしね、トリートメント。家で染めるってこと？家で染めるの怖いや、なんかもう美容院行った方がいいじゃん。納税脱税して逮捕とか言ったのかな、いきなりなんでそんな話になったんだろう。唐突に話をぶち込んでくるじゃん、謎の話を。どうしたの、どういうこと、なんかあったのか、嫌なことでもあったのか。でもあったんだね、納税に関する不満が。
オッケー。あれもないよ。うん、ビタミンパック、ビタミンをぶち込まないとね、あかんらしい。このクレンジングとかやった時はやっぱパックやった方がいいよね。より肌がツヤツヤになります。別に毎日やらんでいいと思うけど。うっしょ、化粧水してからしてない。うん、でも導入液使ってるからこれでいいでしょ。まあ、導入液とかリードルショット入れてるから、リードルショット入れたら十分やろ。うん、何分まで、43、53まで、53分までやります。俺は100だね。いや、もっと強いやつ使いたいんだけど、まだなくなってないからさ、まあ、あんまり強いやつやりすぎてもなんか意味ないような気もするし、これで十分かなって。今57分。いや、この配信の時間ね、うん、配信の時間です。そう、うん、このバッグが一番顔にね、こうピターってくっついていいのよ。ほら、なんかすごいくっつくでしょ。ピターってくっついてるやろ。これがいいんだよ。これは気持ちいい。香りはね、もっといいやつもあるんだけど。うん、黄色いやで。絶対これマッサージした方が気持ちいいわ。マジで。絶対揉んだ方がいい。これも分かるわ俺。これ今までほったらかしにしてたけど、これ揉んだ方がいいわ。絶対めっちゃ肌になんかキュッとくる。すごっ。これも揉んだ方がいいぞ、間違いなく。今までずっとペタッと張ってるだけやったけど、染みてるわ。おすすめね。まだ笑わそうと思って。何を？下痢クソ塗りたかった。お前どんな発想してるんだよ。やばいでしょ君。首？液体を塗りつけるってこうやって、うん、リンパマッサージ来た。入れ歯ゲー。そうなの。入れ歯なんか入れ歯入れたね。あれ誰の入れ歯なんだろうね。何なんだろう、あの入れ歯は。人の入れ歯をつけてるとか言ったよね。人からもらった入れ歯口の中ぶち込むって相当なあれがいるぞ。なかなかできないよね。韓国のクリニックの先生がみんな顔はするけど首が放置されすぎてる。あ、まあ、俺みたいな太ってる人間は何の問題もないけどね。
なんで太ってるやつったり、別に気にならないからじゃない？太ってることが、もともと太ってることが気にならないけど、ね、例えば今回みたいにその私生活に問題が出たりとかしてくると、じゃあ痩せるかって言って痩せるだけで、まあ、また戻っちゃうんだろう。別になんか痩せなくちゃならないとかって意識ないもんな。気持ち悪い。唐突の誹謗中傷がやってまいりました、これ配信者あるあるね。配信者界隈ではもう当たり前になってます。日々ね、誹謗中傷されながら生きていくことが、悔しいですこんなことに慣れてしまってる自分も悲しくなるよね、そう。タイもあるから、あ、まあそう、タイ旅行のために頑張ってるまであるからね今ね、本当にそうやで、タイ旅行のために頑張ってる、まあ、初めての人なのこの人。あ、はじめまして。あ、なんか結構問題児の人だ。ああ、まあそれで言うと、はい、はい、どうしたんですか。あの、よろしければイベント中で、バトル一戦お願いできますでしょうかとなんでやねん、なんで少し初対面できないバトルやねん、おかしいやろそんな、おかしいでしょ。ああ、じゃあ大丈夫、すいません、申し訳ないです。そしたら、いやいやいや、いいですけど、バトル、いや、バトルね、今誰かいるかな。いや、私もあの、そんな、あの、誰がいるとかわからないので、それで、はい、全然。ゆまばぶさんって顔めちゃくちゃ小さいね。あ、いや、でも加工ですよ。加工してんの？加工です、めちゃくちゃ加工してます。そうなの？え、まゆちゃんと仲悪いの？あ、まゆちゃんとですか？うん、別に、別にって感じですね。あー、リリーさんのことは嫌いなんでしょ？あ、嫌いじゃないです。え、なんかツイッターとかで流れてきてたけど、なんかすごいリリーさんのこと批判しなかった。あ、それはちょっとネタ的な要素はありますね、ネタみたいな。え、そうなの？でも結構ガチで怒ってたじゃん、はい、リリーさんは。あ、でももう和解して、今日バトルしてとか、今日もコラボさせていただいたんで。あ、そうなの？はい。あ、じゃあリリーさんのことはちょっとちょいちょいおちょくっていく感じなんだね。いや、まあ、あの、なんだろうな、お互いにメリットがあることだったらまあいいかなっていう感じですね。まあ確かにね、はい、あの、EV が今一押しのゆまるちゃんね、あの、大好きらしいよ、ゆまるちゃんのことが。いや、すごい、でも毎日悪口ばっかり言われてます。そうなの？ポケモン、あ、じゃあワンピースカードのね、なんか仲間なんでしょ、はい、うん、はい、わかりました。じゃあやりますか、バトル。あ、お願いします。うん、え、ちょっと待って、はい、イベント出てるってこと？あ、はい、イベント出てます。俺焼肉しかないんだけど、なんかそれポイントの倍のやつも出るとか言ってたよね。あ、まあ、いい、倍はバトルに反映されないです、うん、え、そうなの？なんか反映されるって聞いたけど。 あ、倍は反映されないです。あ、そうなの？はい、じゃあやろう、やろう。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。みんなよろしくね。あ、ポロちゃんと絶縁した。あ、そうなんや。みんなよろしくお願いします。この時間帯お願いします。ね、焼肉がいいよ、焼肉が。うん、こんなもん。お願いします、助けてください。台湾じゃないです。あと9分ちょっと待って、あと延長しよう。皆さんいらっしゃいますか？俺無料アイテムないから。バブルバルーン、ありがとうございます。バブルバルーンね、悲しいわ俺は。この数字、ね、この数字って、あの、あれ、あの、パルパルが、あの、静かと戦った時以来しか見たことないぞ、こんなポイント。頼むぜみんな。お願いします。あ、ありがとうございます。いいですか？わー、しかもな2個ない。わースーさん、ありがとうございます。皆さん、お願いしますよ。スーさん、ありがとう。もうちょっとお願いします。無料アイテム、焼肉がいいよ、焼肉が。お願いします。あ、ちょっと待って、あんま相手強くないぞこれ。なんか思ったより全然強くないぞこれ。挑んできときながら400、600ポイントって全然もらってないやけ、相手も。じゃ、みんな行こう、これ。やっちゃいましょう、これ、皆さん。お願いします。これも、あの、ファンタスティックで一発で抜けるから、これ、焼肉。こんなさ、メガホンだけでも勝てそうな勢いだから、みんな頑張りましょう。
お願いします。ハロウィンクマさんナイス。あ、ナーさんありがとうございます。かわいい女子におっさんは勝てない。そんなことないだろう。頑張ってくださいね。そんなことない。おっさんのは強いじゃん。大体パーさんもツーさんもナイス。シャリマンちゃんもナーさんありがとうございます。ターピーさん、さわーパーさんナイス。でゆまるちゃんってこの人あれでしょ、すぐ定期的にアカウント消しちゃう人でしょ。これ今もらってもどうせまた明日には消す。ひくまさんナイス。パーさんナイス。え、さっきからヘイトの発言ばっかりですけど、自分に自信ないんですか。いやいや、ヘイトもけっていうか俺が入ってくる情報が全部それだからさ。ゆまるちゃんってこのね情報がヘイト向けっていうか事実じゃん。ごくナイス。コンさんごくナイス。そしてタピリクマさんパーさんナイスナイス。これどうなってるのこれ。死んだかこれみんな。大丈夫か。あの香川さん、香川さん、何そういう、うん、あのなんて言うんだろうな、人の上から行く時代終わりましたよ。5番です。上から行ってないよ。パーさんナイス。上からじゃないじゃない。知ってること聞いてるだけだよ。別に全然何も上からなんか言ってないよ。すごい。でも聞いてる側としては、うん、気分悪くようなことばっかり言ってるのは自覚した方がいいですよ。あ、ゆまるちゃんのこと。あ、まあ確かにね、気分良くないかも。でもそれがあなたの人生だから仕方ないよ。それだってそんなの、そういう人生歩んでるから仕方ないやん。言われたって他にじゃあなんて言うのよ。逆に言う。あ、じゃあ、いや、言わなきゃいいんじゃないですか。いや、だって知ってるだろ。言わなきゃいいって何の絡みもなしにいきなり話すだけっておかしいやない。そんなことしか出てこない。あなたが悪いでしょう。そう、別にだって悪口言ったつもりないもん。わかりました。それが悪口だって思ってんだったらね。そんなのじゃやめとけばいいじゃん。スーさんナイス。どう思います。皆さん、さんちゃんもありがとう。待て待て待て、これはやばい。こんなもん、これ負けてしまったやばいよこれ。え、みんなちょっと差し込みあるかもしれないから、差し込みの方準備お願いします。皆さんお願いしますよ。これ焼肉がいいですけどね。性格が悪い女。いや、性格悪いとは思わないよ。うん、まあでもそのなんか出てくる情報はそれしかないから。でも逆にもっと知りたい俺は。うん、可愛いだけじゃないですよ。これだ、人気ある人だからね。ペリクマさんだって。じゃあ何かあるでしょう。嫌われてないでしょこの人。香川さん、最近の配信さんは、はいはい、うんうん、その人になんかそのまあ多少の過去があったとしても、みんなそういうコメント読まないですよ、うん、最近の配信者さんは。読まない、そういうコメント読まないで、うん、今は今だからっていう風に皆さんやってますけどね。ああ、そういう、その今は今、相手が気分悪いような、うん、なるようなコメントは読まないですよ。あ、そういうことだ。そうかそうか、ゆまるちゃんが、確かに。それが人間性じゃないですか、香川さん。あ、まあまあ、そう、まあそうなんだけどね。でもまあ、それが人間性ですよね。あ、テレビさんからナイス。嫌な思いするって、だからどこで嫌な思いしたか教えてほしい。じゃあ香川さんは、うん、今まで自分の人生で一個も恥じてきたその過去はないですか。恥ばかりな人生です。いやいや、恥ばかりの人生ですよ私は。そうですよね。じゃあ、はい、高校 OK です。アタス、いけるよこれ。抜いていこう。ファンタスティックで抜けるからね皆さん。うん、いやだ、そんな今俺が話した話でゆまるちゃんが恥な部分なんかあった？ないでしょ、恥な部分は。俺別にそんな悪口何も言ってない。嫌な気持ちにはなりましたけど。じゃああなたの生活態度を改めたらいいじゃん。恥じる過去があるんだから。あとちょっとでいけるこれ。あと残り3秒1個。ラスト抜いてこれ。頼む。トーク上来たこれ。嘘でしょ。いけたこれ、ボーナス。うわ。でもありがとう、最後にね。くるくる回ってますから、これ皆さん。そんな、アリサマと一緒なくらい偉そうじゃないこの人。そう？ほら、勝手にパンってね、落としていって、勝手にかけてきて、勝手に切ってさ、ねえ、なんかそんなやつ。あ、皆さんちょっとこれ、焼肉いいですか？焼肉、焼肉今の間にすみません、お願いします、これ。うん、性格悪い？性格悪くはないんじゃない？わかんないけど。まず嫌な女？まあ、嫌な女性なんだ、やっぱり。養分がブロックしてる意味がわかった？知らなかったけど、めちゃくちゃ嫌いになった。ありがとうございます。これアイテムくれた人ね、助かりました。焼肉30ね、最後助かったわ。これ前からあんな感じなの？だから自分の生き方に、あのなんていうの、その筋が通ってないんだろうね。なんか自分がやってて、自分がやった行動を聞かれたり質問されたりしたら嫌な思いするって、うん、多分反省も何もしてないからそうなるんだろうね。
うん、まあアカウントすぐ消したりするのもなんかいろいろあるんだろうしね。そうパック中に来るのも驚くけど、まあね、いろいろあるんじゃないですか、うん、毎年確定申告の時期に聞いてる。そうなの？ブロックするって、まあ全然ブロックしてください全然ブロックされようが何しようがもう俺に何の関係もないんで、うん、そんな何のマイナスもないですよ。だって言い噂聞いたことないんだもん俺からしたら、うん、全くもって自分から絡んできといてね、ブロックするってむちゃくちゃな人間だね、うん、やばい女すぎます。誹謗中傷がやばい。そうなんだ。付き合ってあげたのに終わる前にお礼ぐらい言うよって。まあ、だからそういうことができない。さっきもだから言ったら、なんか人のことを考えられないとかどうのこうの言いながら、まあ最後にね、あのわざわざバトル乗ってやったのにありがとうございましたの一言も言えないやつなんだから。一緒のことしてるんだって。なんか人に対してどうやらこうやら言ってるだけで、結局一緒一緒。自分ができた人間じゃないのに、なんか自分ができた人間のつもりになってるんだって、うん、まあそういうタイプの人なんですよ。だから仕方ない仕方ない皆さん。じゃあそれよりちょっとこれ下あと1個投げて、これこのボーナスポイント中にこれここで投げないと。焼肉皆さんお願いします。これ今の間にここで今投げてくれないとこれ困るんだよ。これすげえ無駄だから皆さんお願いします。俺はブロックしないよ全然、うん、どんな人間でも全然ウェルカムだから、うん、どんなクズ野郎でも全然ウェルカムだよ。さイライラすることないから。あボーナスタイム終了しちゃってるよ。あーちゃっぱ政治も前アカウントブロックしてるし、養分もされてるし。え、そうなの？養分もブロックしてんの？マジ？なんでブロックされてんの？そんなヤバい女性なの？ヤバ。そうなん？怖っ。絶対しなさそうじゃん。政治と養分がブロックするってよっぽどだろう。誰とでも揉めてるの？うん、揉めなかった人いるから関わった 人でそんなレベルそんなヤバい人だったの。うん、ゆまるは好き嫌いがはっきりしてるだけだからはいはい。マリオも前に一番性格悪いのはゆまるって。マジでそんな性格悪い人なんだ。怖っ。俺のことを相沢って相当赤消しを言われたくなかったから気にしてなさそうな感じだけど、でも何回もアカウント消したりしてる人っていう認識しかないもん、ね、ないんだよ別に。それをなんか悪い風に捉えてる意味がわからないんだけどね、うん、相沢より性格悪い意味わからんくない？だって俺の知ってる情報って何回もアカウント消してる人だよねっていうことで嫌な思いしましたって意味がわからんくない？別にだってそれが嫌な思いするなんて誰も思わないじゃん。そうでしょねえ。そんなのだって悪口なんか言うつもりないよ。可愛い女の子敵に回したって意味ないからね、うん、なんか褒めるべきところがもっと知りたかったな。ゆまるちゃんってこんなすごい子だったんだよとかこんないい子なんだよみたいな話を事前に入ってればもっとねできたね。うん、一つも入ってきてなかったから顔だけだね。顔だけ、うん、顔だけサムネ01の隣どれだろう。顔だけの子だった。01の隣これ山中ちゃんじゃん。ネタだとしても周りは不快だから、そんなことないでしょ、うん、性格悪いキャラで実際にはネタで煽ってるだけだ。でも養分とさ政治がブロックしたんでしょ。養分と政治がブロックしたってことは結構よっぽどなんじゃないの。やばいなそれ。ネタなふりしてるだけで本音でしょって。なるほどね。まあただのだってアル中の人でしょあの人って、うん、アルコール中毒者でなんか
そのいろんな人たちと揉めてる人なんだ。最悪なやつじゃん、じゃあ。ネタにふりしてるだけで、まあ俺はちょっとよく分からなかったけど、でもなんかあの今の短期間の時間だけで分かったよ、うん、短期間の時間だけで分かったのが、なんかこう言うことだけは一丁前だけど自分ができてない人なんだなって感じだったね、うん、ポロちゃん、ポロちゃん面白かったね、うん、なんかあのふわっち関心かなんかのツイートで見たけど、あのようやくこの時がやってきましたっつって、私石川県に行きますっつって、石川県に行って、すごくね、世のため人のために役立てるようにしたいですってしようと思っております、でも私一人ではできません、スポンサーを募集してますってお前さ、スポンサー募集それ全部お金とか用意が集まってこの時が来たっつうんだったら分かるけどさ、結局スポンサー必要なんかいっつって、うん、俺笑っちゃったよ、それお金とか全部集まってようやく始まって、ね、用意ができたっていうパターンじゃん、ね、時が来たって、うん。ゼロワンにも妊娠したとか、え、マジで、ゆまるっていう人がそんなにヤバい人だっても色、俺全然知らなかったよ、妊娠したって言ってお金も踏んだくって嘘だった。え、佐藤さんも縁を切った、お金結局返したよ、でもお金返したって言ったけどお金を奪い取ったのは事実なの、お金を取ったのは本当なんだ、事実ってこと？そんなことないでしょ、そんなことさすがにし、そこまでお金にアコギな人じゃないでしょ、いくらなんでも人手なしじゃん。あ、こちらこそありがとうございました、本当に、なんかもうたくさん言っていただいて、もう本当に痛風が出ていけなくて、俺めちゃくちゃ会いたかったのよ、申し訳ないです、ありがとうございました、またあの送ってくださいね、請求書またよろしくお願いします、本当にありがとうございました、お疲れ様でございます。こよくんに金を貢いで、あ、ちなみにうちの放送でめちゃくちゃ評判良かったですよ、うん、めちゃくちゃ評判良かった、マジで愛想良くて笑顔でってね、身長も高くてって言ってた、うん、あ、これゆまるちゃんの話じゃないからね、社畜ちゃんの話ね、いやマジでみんな言ってた。ミーコも散々いじめて、今じゃミーコの金あるの知ったらべったり。なんかそんな、なんかどん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 変な人ってなっていってんだけど、やば。そんなやばい人だったの、最初から絡まなかったらよかったよ、じゃあ。そこまでやばい人だったの？なんか失敗しちゃったかな？あ、なんか有名な人だと思ってついつい絡んじゃったけど、人はやっぱ選ばなくちゃならないか。まゆちゃんにも絶縁されたの？へえ、やべえやん。自分からコラボしましょうって言ってきて、うん、勝手にプリプリ怒ってどっか行ったよね、うん、だからそんな、だから知らない人間に対してさ、コラボした時に話す内容とかなんか言ったら知ってること喋るしかないのにね。でそれでさ、知ってる話って言ったらさ、自分にとって都合の悪い話やったみたいでさ、なんかその話でまあね、いきなりこっちが普通に喋ってる時にバトル申し込めて乗ったのにありがとうの一言もなしでなんかぶった切られてね、なんかちょっと人間性出てるよね。それでさ、なんかさ、なんか人のこと嫌なこと言いませんよだとかどうのこと言ってんだから、まあちょっと 笑っちゃうよね、うん、いや本当俺思っちゃうよ、そんなの、そんなことができもしてない人間がなんか人に対して嫌な思いをさせないどうたらこうたらなんて喋ってることはね、まあ愚かだね、うん、愚か、
俺のあちらのコメント別に全然関係ないよ。だって叩かれたと俺正当性あるもん。うん。過去も都合が悪くなってアカウントを消した。妊娠したのもゼロワンの子供じゃなくて違う人の子供。ちょっと待って、そんなにヤバいに。ちょっと待って、もう一回詳しく教えて。それ俺今回ちょっと詳しく調べてみるか。小夜春にも100万貢いで返せ返せって、結局小夜と文次郎一緒に返しに行った。え、言われて嫌だったこと、たが眉と仲悪いアカウントのことらしい。それだけで自爆で香川きむ、どういうことだろう。あ、眉と仲悪いアカウントのことらしい。はあ、はあはあ、そうなの。いやでもだから仲悪いで出してたじゃんね、うん、納税時期がなったらアカウント消すの。そうなの。付き合えなくなったら投げ銭返金要求。そうでしょ。うわやばいね。マユと仲悪くなったのもユマルが悪口ばかり言うから。あー、そういうタイプの人なんだね。うん。コメントの情報を見るとその赤消しが何かにつながる。あ、そうなの。そんなの知らんやんな。そんなん誰が知ってんの。やばいね。今はたかしにべったりで投げている。あ、そうなんや。あ、なるほどね。まあ関わらない方がいいってことだね。うん、関わると問題が起こっちゃうってことか。今るってマジでヤバいやつなんだなって。いや俺も知らなかったよ、そんなヤバいやつって。うん、知らなかった。全然どんな人か知らなかったけど、まあ、確かにいろんな人と揉めてるっていうのは見たことがあったけど、こういう感じで揉めていくんだね。うん。まゆちゃんと仲悪くなるってよっぽどね。いや多分そのまゆちゃんってまあエンタメができる子だから、まあ要はその乗って仲悪くなったふりをしてもまあ結局は許したりすると思うんだけど。香川の全 SNS をブロックしたってそんなまあ別にブロックしなくてもフォローもしなくないか、多分そもそもなんだけど、うん、全然なんかどんだけブロックしていただいても構わないけれど、うん、全然ね、なんか何の問題もございませんけど、うん、よほどだったんだね。なんかアカウント消したりとか、それだけでこんな流れになるの、なんかすごいな。よっぽどのことなんだって。うん。なんか極端な、今月だけでポロ、サトウサ、イーブイ、マヨと、あ、イーブイとも仲良くないの？え？イーブイ、ユマルの子、ユマルっていう子のことを狙ってたって思ってたんだけど、違うんだ。あ、マジで？仲悪いんだ。知らんかった。マユと仲悪いアカウント消しって言われてそこまで聞くって理由察する。ヒオ君もクラウンも関わりたくないって、どんだけ叩かれてんのそれ。そこまで言われるの。イーブイ絡んでたけど人紹介したらブロックされたらしい。ね、ちょっと待ってよ、どんだけやべえやつなん。なんなん、ちょっとなんかもう悪魔みたいなやつってこと。いやその全然知らんかった。そなんか俺本当にマジで全然知らんかったよ、そんなこと。うん、まさかそんなことになってるとは思わなかったよ。人を小バカにするのは、いや多分今回は自分がだから小バカにされたと思ったんでしょう。うん、こっちとしては知ってる話を何かしら言ってこうコミュニケーションを取ろうかなって思って話したことなんだけど、それがなんかあの嫌な思いをしたって言われたんだよ、うん、誰々と喧嘩した話だとかどうたらこうたらって。いや別にまあそれなんかエンタメで面白おかしくやってるならそれだけでもいいじゃない。うん、うん、なるほどね。それで仲直りしましたっつって香川さんに好かれた的なコメント流れてたけど、
いやちょっと待ってください。好かれたは絶対ないでしょ。好かれたりなるわけないだろ。今の流れでどうやって好きになるんだよ。いやでも別に嫌いじゃないよ。別にどんなのはそんな変な人も、別に配信者だから別に俺まともな人いると思ってないからさ、別に全然いいんだけど、うん、なんかそんなえげつない人だったんだなっていうのを改めて知っただけ。うん、このコメントの流れをこの時間帯だよ、4時25分でこんなに流れるってことはよほどの人だったんだねって思って、うん、親も逮捕、どういうこと、親も逮捕って何それ。とある配信者の枠で、いやだからそれリリーさんのやつでしょ。だそういうことしちゃう人なんだよね。なんか匿名でアンチコメントとかを書いてなんか揉めさせようとして、ポロとポロリリーかなんかの話だよね。でそれを匿名で書いたんでしょ。でそれをなんか面白おかしくやっててっていうやつな、うん、親はな、家庭環境めちゃくちゃなの。そうなの。顔面だけで許されてきたやつ、まあ、顔はなんか可愛らしい感じの人だよね。うん、あれやばかった。親が人を斡旋してた。斡旋業者だったの。まああんまりさ、まあその分からないこと言うのはやばいからさ、うん、その辺は勝手に広めない方がいいかもしれないけれど、うん、そうなんだ。そんな人なんだね。すっぴんは割とそうでも、さっきの化粧したはったの？自分で言ってたんだ。ニュースに、マジで？え？ニュースにもなるような人間。中村が無加工さらしてめちゃくちゃ。あ、じゃあ加工であの顔になってるんだ、あの人。え、無加工だったらどんな顔だったんだろう。あ、そうな。怖っ。え、加工じゃなかったらどんな顔なんだろうね。うん、ゆまるっていうこの整形なの、あの人整形をしてる人なの。あ、じゃあ結構やっぱプライド高い人なのかな。美意識が高くてその完璧主義者的な人なのかもしんない。あ、そうなんだ。ちょっとそういうタイプなのかもね。うん、顔がでかいの？あまり何でも鵜呑みにしない。まあ確かにね、アンチが言ってるだけの可能性もあるからね。うん、鼻曲がってたの？マジかよ。全然鼻曲がってたように思えなかったけど、鼻から眉毛が生えてる？ひどいなあ、誹謗中傷。もう整形いじりをさしたら君たちは天才というか、もうほんととことんいじっていくからな、うん、鼻から眉毛ってすげえ鼻筋が通ってるってこと？うん、歌がうまいと勘違いしてるけど、それまゆちゃんの話？まゆちゃんめっちゃうまいじゃん。人のことはめちゃくちゃ言うけど自分が言えると、ああそういうタイプの人っぽいね。うん、なんか今俺思ったわ。そうそう、だから多分そういうタイプの人なんだよ。自分が匿名で誰かと誰かをバトルさせたりだとか、そんなことをやってる人が自分の過去をさ、別に悪気なしに聞かれただけでさ、なんかこうガチになって怒り出すっていうのはそういうタイプなのかもね。うん、なるほど。よく配信者やってるね、そういうタイプって。うん、いや、わかんないよね。なんか都合悪いのかな。うん。プロレスができない人。まあ別にプロレス、まあね、別にプロレス乗る必要性もない。ないっちゃないけどね、別に俺からしたら。相沢、そうな。なんかさっき相沢となんちゃらみたいな言ってたね。かまってほしいとアイテム投げてこびる？ああ、そういうことか。
軍曹の店で一日店長やってむちゃくちゃで、軍曹に女性配信者の中で一番性格悪いで、あ、そうなんや、そう、マンスリーポイントとかにこだわるよ。俺のマンスリーもよく調べてた。俺だって600位ぐらいだよ、うん、マンスリー600位ぐらいだから乗ってもないよ俺、うん、そうなんだ。いやだって深夜帯からさ、人がさパックとかしてる時にいきなりバトル申し込んできてさ、でまあいいからやろうかなって思ってね、せっかくだからね、知ってる人だから、知ってて見たことある人だからね、じゃあやりましょうって言ってやってさ、そしたらなんかねプラプラマウントとかよく取ってるの。そうなんだ、謎だけど相沢みたいって言ってた。おー、なるほどね、相沢さんみたい。もう相沢浩輝がどんなやつだったのかっていうのがもう俺の頭の中で正直分かってないからさ、何とも言えないや。ゆまるはマヨアンチで食べてる。ああ、なるほどね。プラプラ才能ってよくマウント取ってる。でもさ、その才能ってさ、俺はわかるけどさ、その例えばパッと人から見た時にさ、そんなやつにアイテム投げてんのバカだよねって思わせてる時点でさ、まあなんていうかたかだ知れてるよね。だって一人がさアイテム投げてもなれる世界だからね。だからパッて見た時にこんなやつにアイテム投げてる意味がわからないよみたいな、どうせ顔だけでしょとか下心だけでしょみたいな形で思われてるようではね、あまり意味ないかもね、うん。加工で背景がグワングワンする。そんな見た目変な人なんだ。なんか騙されてたのか。じゃあ俺は見た目が可愛いかもしれないみたいな感じなのは、だからゴルプラなんだよとかよく人の文句を言っています。おー、なるほど、そういう見下す系なんだね。なるほど、性格あまり良くない系だ、うん、そのゴルプラとかそのランク帯にこだわっちゃってる人ね。あー、なるほどなるほど、相沢浩輝じゃんそれこそ相沢浩輝じゃん、うん。この前香川の誕生日なんて行くわけないって言った、まあ、当たり前じゃない。だって別に知らないもん、知らない人来るわけないでしょいちいち。でも今回のイベントは俺の誕生日ではないからね、うん、俺の誕生日の一つの企画としてやっていただける一日店長企画なんで、メインは俺じゃないからね。アイテム投げて近寄るタイプで気に入らないと当たります。あ、だからほらそういうお金とかを使わないと、あの自分にのこと相手してもらえないと思ってるからそういう感じなのか。あ、まあ、そういう話だね、うん、なるほどね。相沢すぎて分からん。確かに相沢浩輝もそんなことやっとったような気がするよ。ヒノピーとこの間一緒にいたから久しぶりに相沢のこと見たわ、うん、まだあいつ生きてたんだね、うん、よいしょ。ちょっと疲れたら発狂するのも相沢に似てる。ああ、なるほど、なんかほんと様々な似てるものがあるんだね、うん。いやいやいや、驚き驚き。相沢今日から東京に行く東京行こうお金持ってたんだあいつ、うん、勘違いマサヤンが自分がハブられたって言ってた。マサヤンだってあの時自分も出るって言ってないやん、うん、俺はもともと前からの誕生日、みんなの誕生日の時に俺はほらいつメンだったじゃない、ね、マサヤンはいないけど他のメンズっていつメンだったでしょ。今年だってみんなで誕生日会やったメンバーじゃん。そのために一日店長やってよって俺はみんなに言ってたんだよ。そうで、そのみんなで言った時に一日店長やってくれたなっていう話でそこで広まったでしょ、う
やりますって言ってくれて、あ、ほんなじゃあここにいるメンツでって、ほんで帰り道に中ちゃんが俺も行っていいんですかって言うから、あ、じゃあぜひって言って中ちゃんも入ったんだよ。帰り道の時にマサヤいなかったからね。アイザーよりヤバい女マジで、ちょっと待って。そもそも養分の誕生日もなんでマサヤン来たのって話だしね。いきなり唐突にいたからちょっとまあね、うん、養分のところに質問が殺到しています。いや質問というかね、まだね決まってない、はっきりと。明日業者に連絡しないと今日か何も言えないんで、うん、何やるかもね、まあ、大方は決まってきましたけど、うん、親にお金要求されたの見たから家庭環境が影響してるんじゃないかな。家庭環境がやばい人なんだね、うん、なるほどなるほど。ミーコ曰くリスナーで気に食わない人がいてブロックしてって言ったミーコが渋ったらブチギレ、じゃあそいつ有料アイテム投げんのって切れていました。うん、政治が大阪まで送ってもらったから、はいはい、うん、